もう見とくわ。もう俺勝ったんで。あ、終わっちゃったんです。はい、もう。たくさんなんですよ。服のニュースとか言ってるやつがよ。めっちゃ曲がった。めっちゃ弱いね。終わった。やってしまった。はい。メオ。大丈夫大丈夫。ああ、最悪だ。メオ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。パパラッチ。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れましたか。疲れました。疲れてますね。え、お疲れ様ですか。疲れてないですよ。頑張りすぎて。働きすぎて。いやいやいや。あ、礼儀正しい。お疲れ様でした。花粉が嫌ですか。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。安井選手めっちゃおしゃれでしたね。ありがとうございます。お疲れ様でした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 。お疲れ様です。です。あの、カイズキッチンが岡山戦大好評でしたね。はい、売り切れ続出で、次のホームゲーム、あの 3月30日の大宮戦でも出店されるとのことでしたが、そうです。まあ、はい、今ありがたいですね。あのチーム関係者が心よくあの受け入れてくださったので、もちろんサッカーであの全て楽しんでいただければいうことないんですけど。まあ、それ以外でもあのアマチュアのために何かできればなと思って実現できたので、まあ、これを名物とかではないですけど、なんかそういう風になって、それを目的にでも来てもらって試合を見に来てもらえればとかでも全然いいので、まあ、もっと観客も増やしたいですし、僕ももっと知り合いとかも呼んでもっとすごいあのギオンスタジアムでみんなプレイしたいと思ってるので、ぜひ、まあ、カイズキッチもそうですけど試合に来ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も2部練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。監督からは、質の高い練習をっていう風な感じで始まりましたが、はい、今日は、いい練習ができましたか。いい練習できたと思います、はい、みんな岡山戦終わって、まあ、失点はしましたけど、まあ、いいゲームができましたし、まあ、昨日が、立ち上げの日だったんですけど、昨日からみんなモチベーションも高く、今日も、まあ、午前中ハードな練習もありましたけど、そういう中でも自分たちが目指しているものを積み上げることができたと思いますし、いい雰囲気でいいトレーニングができていると思います。ありがとうございます。チームの雰囲気もすごくいいなっていう風に感じるんですけど。あ、本当ですか。はい、あの福山選手自身も、はい、あの開幕からずっと4試合フル出場で、来ていますけど、ご自身もあの好調だなという風に感じてますか。好調ではないというのもありますけど、まあ本当に求められていることをしっかりやるだけかなというふうに思いますし、シーズンもちろんいい時も悪い時もあると思うので、どんな時でも、まあ、チームのためにプレーするというところは、まあ、
と行ってるところですし、自分も強烈な個性があるわけじゃないので、まあ、チームにどう貢献していくかっていうのを常に考えながらプレーしたいなと思ってやってます。ちょっと単純な興味として、岡山選手ってオフの日とかは何をされてるんですか？そうなんですよ、ね、なぞってみてるんですなんか何してるかって言われたら基本自分が無趣味なんで、なんで、まあ、オフさんがやりたいことをやるというか、奥さんがここ行きたいって言ったら、はい、一緒に行って美味しいもの食べて、はい、そんな感じですかね。なるほど。本当に自分でなんかこれしようとかはほぼ提案しないです。なるほど。はい、つまんない、つまんない日常を過ごしてます。奥さんとなんか行ったところで、なんだろう、まあ、町田とか、まあ、町田に限らずでも、はい、なんか印象に残っているところとか、なんか最近行ったところ、まあ、最近もしかしたらあれかもしれないですけど。そうですね、まあ、最近、まあ、自分家の近くの、はい、ハンバーガー屋があるんですけど、はい、そこをこうたくんにお勧めされて、はい、行ってみたらいいよって言われて、美味しいからって言われて、でそれを奥さんと一緒に行って、はい、まあ、結構ジャンキーですけど、ハンバーガー食べて、はい、めちゃめちゃ美味しかったんで、楽しいオフになりました。あ、ありがとうございます。深津選手がハンバーガー屋さん、おいしい。そうです、コバ君が、行きつけまではないですけど、はい、たまたま僕が家近かったんで、うん、あそこまず行ってみてって言われて、なるほど。で奥さんと行ったら奥さんもすごいおいしいねって喜んでたんで。深津選手じゃ結構グルメな感じなんですね。コバ君やっぱ長いから、はい、町田にいるのが、うんうん、なんかいろいろ知ってますね。はい、これもちょっと単純な興味なんですけど、はい、なんか試合前とか試合後のバスの移動中とかってどういう風に過ごされてるのかなって、なんか話したりするのかなみたいな。いや、話すとかはないですかね。あ、僕は、まあ、音楽を聴くなり、はい、結構ラジオを聴くのが好きなので、うん、ラジオを聴いて過ごしたりしてます。はい、なるほど。おすすめのラジオ番組とか。はい、僕はあの霜降り明星なんで。なるほど。のオールナイト日本出ます。ありがとうございます。はい、恥ずかしいですね。すいません、たくさん答えていただいて。いえいえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。今週末東京ベースリー戦ですけど、小山選手はあの攻撃でもあの特徴のある選手といいますか、フォームであのなんだろう、ミドルシュート、ああそうでしたね、去年は決めていらっしゃいましたが、はい、なんかその東京ヴェルディ相手にチームの印象というか、なんかいい感触とかあったりしますかね。結構やっぱヴェルディさんはみんな技術高いんで、ボール持たれてなかなかハードなタフなゲームになってはいると思うんですけど、まあ、そんな中でも結果自体はすごい相性というか、結果がすごい出ている相手だと思うので、チームとしてもまあ辛抱強く戦い続ければ結果がついてくるかなというふうに思いますし、まあ、個人としても、まあ、去年、まあ、ほぼ忘れてましたけど、ああやってゴールを決められたので、まあ、再現といいますか、できればいいなと思いますけど、まあ、あんまり欲を出すとしくじると思うので、まあ、謙虚にチャンスがあれば狙いたいなぐらいで頑張ってます。ファンサポーターにアウェイ東京ヴェルディ戦について一言お願いします。サポーターの皆さんも東京クラシックということで、特別な思いを持っている一戦だと思いますし、僕たち選手自身も、ダービーに対してのモチベーションというのは自然と、高まります。まあ、ですけど、まあ、本当に普段の一戦と変わらずに、どの一戦も僕たちは重みを置いて戦っているので、いつも通りに、戦いたいと思います。ファンサポーターの方も、去年は無観客だったですかね、確かアウェーだったんで、まあ、久々のアウェーの東京クラシック、楽しんで、で最後必ず笑えるように、したいと思いますので、一緒に戦いましょう。はい、あれ、いつからいたんですか？今来たんですか？お疲れ様です。